Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとはスマートフォンなどの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。それでは設定してみましょう。まずはじめに Xiaomi 13T XIG04 に接続するための情報を確認します。ホーム画面から設定をタップします。接続と共有をタップします。ポータブルホットスポットをタップします。Wi-Fi テザリングを設定をタップします。ここからネットワーク名とパスワードを確認します。ネットワーク名とパスワードは任意で変更可能です。続いて Xiaomi 13T XIG04 のテザリングをオンにする設定を行います。×または戻るキーをタップします。 Wi-Fi テザリング右側に表示されているスイッチをタップしてオンにします。内容を確認して OK をタップします。これで設定完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定しネットワークに接続してください。